吉野さん、ネタも失礼しますそうですねマトリックスアフィリエイトって何年前の話やねんって感じですよねでも私はねあれを未だに使ってアクセスを稼いで <laughs> あれを使って未だにねこうやってネタにしているというねしつこくいかないといけないんですよであの人生には騙されることってもうつきもんなんでいちいち慌てないことですよねそれはなんか一回も詐欺にかからずに人生終わるってことはないんで まあ、例えば学校教育だって詐欺みたいなもんですよね進学していい大学入ってで、えー、いい就職まあ確かに私は別にいい就職してないんですけどもでもいい就職ができなくてもすげえいい人生遅れてるわけですよ大企業に入らなくても有名大学に入らなくても高い年収をね持つことできるんで何だったんだろうなと思いますよね小中高大学というルートはあれいらなかったんじゃないかなと思いますよね これももだから詐欺みたいなもんでしょう年金とかもね言ってみれば詐欺みたいなもんですしねだから私たちはうん,なんか詐欺に騙、ま、なんか囲まれてるんですよねだからそのいちいちだまされたとか言って騒いで資本主義の世界では約束が破られることとかあなんかね契約が守られないことってそんなに珍しくないんでそれも込みで考えていかないといけないんですよねだからリスクヘッジってあると思うんですよ うーんまあ、あとは泣き寝入りっていう方法もありますんで泣き寝入りもすればいいと思うんですよ泣き寝入りのない人生もまた珍しいですからねだから自分にはそういう順番が来たんだでもずっとこれは続かないんだと思えばいいんではないかなと思いますよねこうやってね寝転んでいってもねあんまり説得力はないんですけどもんまあだからそういうふうに何かやられた時に自分の進化が現れるんじゃないかなと思いますよね。思いいいかけないことが起きた時に自分はそれでも不動のの精神を持っているのか その逆境をプラスに変えようとするのか、それともわあわあわめいて、人のせいだあいつのせいだ、お前のせいで責任を取れ、金返せって言って。人生時間を終わらせていくのかね。うん、まあ、私は今本当によく思いますね、そういうこと。あの、自分が事業を手放して、社員を。もうね、解雇して、三年間こうやって一人で暮らしてみると、ビジネス的にはね。一人ですよ。あの、お金を稼ぐのに人の手を全く借りてないんで。 だからあのこの動画の中でそのなんていうか即果塾の動画の中で商品作りましたなんてこと言わないですもんね、うん、振り返ってみたら全然商品売ってないのに一生懸命売ってた時以上の売り上げ出てますよね、うん、でまあだからそこにあの詐欺が入ってこないんですよ私の場合は商品売ってないんででサポートだけは密にやるみたいなね今日もね100件以上のメールいただいたんですけども全て返しまして 動画を作って返したこともあるしその上でいつもの動画の本数もライブも4回ぐらい今日はやりましたけどもで三味線の稽古をやって FX やって買い物に行ってみたいなね外食もしてましたよ今日はと、うん、かねタイムマネジメントっていうか時間の使い方とか無駄の省き方とかまあいろんな要素はあると思うんですけども自分の人生の人生というね道の上に落ちてるものは全部自分の責任ではないかなと思うんですよ その道が崩れてるのも他の道に行けないんで崩れたのをどうやって渡るかってことをそれを作っていくことかなと思いますよねまあびっくりしましたけどもマトリックスアフィリエイトのセールスの LP の画像っていうのをすらなんか盗んできたみたいですよねどこまで盗んできたんだみたいな <laughs> どこまでインチキなんだと思うんですけどねいやすごいですねあれを分かっててやってるのかそれとも知らずにやってるのか、うん、今では 懐かしい思い出ですけども他の方は怒ってるかもしれませんね、うん、それから今,、ね、今残念なのはマトリックスアフェリティーの話になりますけどもあそこで前面に出てた二十歳のね男の子は、うん、ランボールギーに起業家とか言って言ってましたけどももう永遠に YouTube にも出れないし Twitter でもささやけないし。 本当にすごいね言ってみればはした金で二十歳にしてインターネットっていう業界を失ったなと思ったらかわいそうになって思いますよねただズルをするとねそうなるんですよねでなんかそのズルをしてない人にも同じような目で見られて迷惑かかるんで一緒にプロジェクトやった人とかいや大変ですねということでおやすみなさい